どうもこんにちは、後藤純です。よろしくお願いします。初っ端から喧嘩売るのやめていただけませんか。はい、改めまして、皆さんこんばんは。ミッキーミッキー、いや今ちょっと待って、掛け声は今こんばんはっていう帰りが来る。グッドアイブニング。ちょっと、あ、ちょっと英語いい。じゃあもう一回いきます。こんばんは、グッドアフタヌーン。お前らもういい。こんばんは。こんばんは、ありがとうね。まあ、いやこういうね、真面目な人間がね、みんなだといいんだけど、ひねくれてるやつがいる。ひねくれてるやつがいるからね。せーな、それな。あ、ポンコツどもは黙っとけ。ですね、改めまして、後藤純でございます。ですね、今日僕歌うのは2曲です。で、その間じゃあ何するかって言ったら、ダンスできない。落ち着いて、ダンスできない。じゃあさっきみたいなちょっとエロチックな歌できない。できないよね。できない。いいよ、もう頑張ったよ。もうおとなしくしといていいからね。いいよ、結構前で。じゃあ何ができるか、考えました。何もできない。ミッキー、うっさい。モノマネもできないのよ。ミッキーミッキー言うけどさ、セル、いやもうやめて。セル、あの毎回来てるから知ってんだけど、モノマネ一回やらされたんだけど、まあ似てないのよ。似てないよね。ね、そんなことないですよ。じゃあやるよ。じゃあやるよ。いいのね。お願いします。いきます。やあ、僕ミッキー、今日みんなよろしくね。おい、どうなったの。かわいい。どうなったの。かわいいよ。男に言われ、ちょっとね、男に言われても全然嬉しくない。男に言われても嬉しくない。だってミッキーちゃん、あ、そうだね、そうだね。どうせなら黄色い声援が欲しかった。キャー、かわいい。ちょっと黙れ。ちょっと黙れ。というわけでですね、尺もあんまりないので、じゃあ早速1曲目いきたいと思います。よろしくお願いします。さすがにこれ知ってるよね、みんな知ってる知ってる。じゃあ伸びろ。おい、ちょっと待って、来たよ。じゃあ、周り見て行こう。周り見て。あ、誰かの気がしないね、君と僕との距離。目をつぶっていても君の声でわかるほど君に会えないから、うつむいてる。でも前向きにことを考えたい。その時も同じ空の下で過ごしてる。すぐにまた会える。だっていつも僕らは繋がっているんだ。僕らはいつも一心で一心、繋いの距離繋ぐテレパシー。恋なんてなら転び歩き、優しい風ほら笑顔みたい。離れてたって一心で一心、黙ってたってわかる気持ち。思いを届け君の元に、未来に繋いでいく必要はある。メッセージ。Yeah.
繋がっている僕らはいつも一心で一緒二人の距離繋ぐテレパシー恋なんてなら転び合う気優しい風ほら笑顔みたいに離れてたって一心で一緒黙ってたってわかる気持ち思いを届け君の元に未来繋いでいく仕様はありメッセージ控えてたんだけどさ寒くて寒くてしょうがなんてまだ寒いなマジかその格好やんとけ脱げ脱げ脱げ俺脱ぐとさちょっとタンク下タンクいいよいいよいいよ今脱いじゃう今いやちょっと待ってじゃあ上だけね上だけ上だけもう一枚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 あのさ一つ聞いていいあのさこんなさもやしみたいなさねえ男のガルガルガル姿を見たところで誰が喜ぶんだよ。おっさんにおっさん抱く趣味はないわ。やだわ。いや。大体か。バカ野郎。いや今日もね素晴らしいお客さんがいらっしゃってくれて本当にありがとうございます。もう2部になってね結構みんないろんな曲聴いたと思うんですけど、結構疲れてませんか？全然マジかマジかすごいねすごいねちょっとやべえちょっとやばいかちょっと後ろ行っとこうか OK OK そうそうそうタクシーだねできればもうちょっと、まあ、前行ってじゃあ全員前行き終えるか全員前行ってで来ないのねここねこういうところで、ね、もうちょっとね改善していこうかよしじゃあ前来い何歩じゃあ前に全体的に10歩いこうせーの123456789行き過ぎ10歩行き過ぎたじゃあ5本お願いせーの12ちょっと待って はいせーの123456あれちょっと待ってほらほら乗り上げるまでは行かないでいいかなそこら辺でいいやそこら辺OKこの共演者殺しめお前ひどいな今日ひどいグーじゃねえよ本当だないやあのねありがたいけどねすごくありがたい仲いいですねあどうもね仲いいよねそうだな違うさてまあ残り1曲か、だいぶちょもう一回聞きたいもう一回残り1曲だな。お疲れ様でした。よかった。ちょっと寒いから来ていい？もういいでしょ。もうこの暴れてよそのまんま。暴れるなんて。それだって。あのちょ待ってこれもし次バラードだったらどう暴れろっていう。いやバラいやちょっと待ってバラードで水蓮花みたいな。できるか。ちょっと待って、落ちた。ゴミが。ちょっと待ってね。あ、結局戻す。いや、こういうハプニングもね、つきものですよ。じゃあね、これにしよう。分かったよ。じゃあ、着なきゃいいんだろ。もういいよ。歌うよ。歌えばいいんだろ。じゃあ次はね。じゃあ最後か。最後何しよう。何がいい。楽しい曲ね。楽しい曲。じゃあバラード歌います。そうですよ。あ、ごめん。ごめん。もう振るのやめとくわ。ちょっと俺が野球しそうだから。やめとく。じゃあ最後になりますが、じゃあ次の曲聴いて終わりにしたいと。あ、曲聴いてじゃねえ。俺も視聴頑張れ。間違えた。いやこういうことあるよね。ノーマイ。だよね。知ってる。じゃあ最後。歌いたいと思います。チャラヘッチャラ。おい、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 
ラマ顔離れた地図が起こって爆発させる祈ってた通りの中に僕たちからまたの仕事を変えてただへっちゃら騒ぐ元気玉バギー乗ってみんな乗ってか、空を吹く風と凍った景色が高さになるとゆかいだたまさえお尻に見える悩む時間は何よここから一緒にやっております。なのでなんてっけ、なんてかあれんあれなんだっけ何がブログあ、いや、それじゃなくていや、あの、あれあれあれあの、チラシみたいなやつフライヤーかあ、いや、それそれ毎回出てこれんだめここはいけあのね、あげる方のフライヤーしか思い出せないフライヤーそれはちょっとリアルに違う違うか、違うかリアルにだからね、あのフライヤーをあのまた置いとくので、ね、あの、前も言ったんですけども、まあ、前回言った人は分かると思うんですけどあの、決して外で捨てないでくださいね、ああできればちゃんと捨てるんであればあのここら辺のねゴミ箱にしっかり捨ててほしいよいやいやそれ捨ててほしい、捨ててほしくないできればできればね持って帰ってほしいなうんああうんああなんだよそれなんだよそれフォローしてほしいんじゃないああそう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 それですね、ツイッターのやつありますのでできればあのお友達というかフォロワーになってくださいよろしくお願いしますえ友達100人ここ今100人いる100人いる全員合わせているかあいねえないねえなあちょ100人は無理だけどじゃ20人20人頑張ろうかね頑張ろう頑張ろうはいというわけでグダグダになってしまいましたが後藤淳でしたどうもありがとうございますイエーイ